ゲストは KPMG ジャパンフィンテックイノベーション部長庄司正頼さんです。庄司さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミラーワールドデジタルツインという言葉があります。これはデジタルトランスフォーメーションしていく上で、世界的に言うとですね、極めて重要なコンセプトになっているんですけども、庄司さんといろいろお話しする中でですね、日本はなかなかそこにたどり着けないというか、そこを思考できてないっていう部分があるというふうにお聞きしました。ちょっとミラーワールドデジタルツインのですね、というのはどういうものなのかっていうのを含めて、日本が国を挙げてどういう道を戦略を取っていかなきゃいけないか、進めていかなきゃいけないか、ちょっとお話しいただけますか。はい、ミラーワールドっていう言葉自体はですね、私も最初に聞いたのはゲーム会社の方からなんですけれども、やっぱりシミュレーションゲームとかって究極的には世の中現場で起こっていることをそのままデジタル空間で再現するといったところから始まるんじゃないかという話ですね。でそれがやっぱりビジネスの現場でもそういう話が出てくるようになってきまして、5G なんかもですね、浸透してくるようになると、そのリアルタイムに現場の情報をミラーワールドっていいますか、デジタルな世界に再現することができるようになる。それによってさまざまな予測ですとかシミュレーションっていうのもできるようになりますし、それの中でしか体験できないこともできると思いますし、さらにはその中での経済圏っていうのも生まれてくると思っています。ですのでリアルで行われていることと同じものがミラーワールドの中で経済も出来上がってくるようになると、このコロナでそのリアルな世界っていうのがですね、かなり厳しい経済状況になっていくと、逆にそのデジタルの経済は活性化しているというようなことになってくると、それがマッチポンプ的にですね、そのリアルな世界の経済はだんだんシュリンクしていって、そのデジタルの中で実は活性化しているということも起こりうるんじゃないかなと思うんですね。そうすると日本の経済ってこのコロナでだいぶ縮小してしまったよねっていうようなことで終わるのか、そのリアルな世界は縮小しているけれども、デジタルの世界の中では日本も存在感を持ってやれるようになったよねということが言えるのかっていうのが鍵だと思いますね。前にいろいろお話伺った時にですね、デジタル化とか、あるいはそのフィンテックの活用なんかもそうですけど、どちらかというとあまりお金をかけないで、デジタルって安く済むからみたいな、お金をかけないで今かかってるお金を節約するっていう思考が日本強くてですね、本来的にはお金はかかる、でもそれはすごい新規事業を作るので、5年10年20年のスパンで見ればそれが新しい価値を生み出していくっていうところになかなかいけないっていうのが、スタートアップの人によく話を聞くとですね、アメリカのスタートアップは200億300億の調達が簡単にできるのに、日本は5億1億出るとガッツポーズ5億で万歳みたいな、そんな水準になってるっていうの話よく聞くんですけど、このあたりはどこを変えていけばいいんでしょうかね。それぞれの側面あると思うんですけれども、やっぱりその200億300億集めるビジョンっていうのをまず持つ必要があると思うんですね。逆にじゃあ200億あるけど会社どうしていきますかっていうことに決められる人って今なかなかいないと思うんですよ。大手企業であれば、例えばメガバンククラスになると海外では5000億ぐらいフィンテックに使うっていうことがあるわけですよね。じゃあその5000億を使っていいよと言われた時に、日本でそういったことを決められる人がいるかっていうと、なかなか難しいのかなと。それはやっぱりビジョンがどういうものにしていったらいいかっていうのはなかなかみんなも持てていないし、それからじゃあそれを何に使っていけば実際にそういった世界ができるのかといったイメージも持ててないんだと思うんですね。ビジョンが必要だってこと。じゃあ仮にビジョンを持ってる人、実はフィンサムっていう我々のやってるイベントで昔パーソンオブフィンサムっていうので、今もしあなたが200億円調達できたら何をしますかって、スタートアップの CEO に聞いたことがあるんですけど、その時のですね、内容非常に面白くて、これをもっともっといろんな投資家とか大企業に伝えたいなと思ったことがあるんですけど、仮にそういうのがきっちりあったとした場合、それでもなかなか日本ってお金が集めにくいっていうのは、例えば税の問題なんかあったとしたら、この辺はどう考えていけばいいんですかね。税の問題もそうだし、そうですし、資金の流れっていうのも日本はあんまりうまく管理してないんじゃないかなと思っていて、これは税金っていうよりもですね、エリサ法っていうのがあるのご存知ですかね。アメリカの方ではその年金で運用している資金っていうのは、
まあ、単にその将来 の、 あの資金として積み立てるだけではなくて、それを国の発展に生かすために運用すべきだっていう考え方があって、うん、ポートリノの一部をそのベンチャー投資に振り向けなきゃいけないっていうことは決まってるんですよ、法律で。法律で、なるほど、まあ、法律でってまあ規制で決まってまして、うんうん、ですのでそのまあ日本でもまあ GPIF 含めですね、あの大きなお金が運用されてるわけなんですけれども、その運用されてるお金っていうのがあの日本のまあ国債を買ったりだとか、その上場企業の株を買ったりと、もしくはアメリカでっていうことで運用されてますけれども、そういうものの一部がですね日本のベンチャーに流れてくるっていうことがもしできれば、もっと大きなお金が動いてくるということになると思います。なるほど。ただその日本版エリサフを作るにしてもですね、まあ先ほど税の話も非常にあの複雑に絡み合ってます。でこれはやっぱりその、まあ、常々思うんですけども、フィンテックとかデジタルっていうのは金融庁とか経済産業省が、あの主要プレイヤーとして、あのいろいろ後押ししていただいてますけれども、やっぱりもうちょっと財務省を絡めてですね、あの一体となってお金の、まあ、資金の出し手じゃないですけれども、その税制も含め、あのいろんな検討がなされると、よりあのスピード感を持っていろんな新しいことができるようになるんじゃないかなと思っています ね。 いいですね。フィンサムに金融庁と一緒に財務省が入ってもらうとか、それはあの非常に重要だと思いますね。あるいはタックスサムっていう新しいサムシリーズを作るとか、いろいろあってもいいかもしれませんね、はい、でもう一つお聞きしたいのはですね、まあ、税金、まあ、タックスにこうフォーカスしたイノベーションをこれから起こしていく、例えば今回のテーマであるブロックチェーンで起こしていくっていった時にですね、はい、まあ、先ほどあのミラーワールドで言ったように、現実の世界をこうデジタルにマッピングするわけですから、そこにはレギュレーションもあれば制度、いろんな税制もあったりとか、そういうのもあると思うんで、はい、当然かかってくる話だと思うんですけど、そこにブロックチェーンはどんな役割を果たし得るというふうにお考えですか。あのブロックチェーンは、うん、あのまあ、技術的にあの素晴らしいということもあるんですけれども、うん、やっぱりオープン化されていくということですよね、うん、あのみんなが見れるけれども内容が保証されているとか、あの担保されているということにブロックチェーンの価値があると思っていて、まあそうするとそのまあ企業のサプライチェーンをブロックチェーンで可視化するということをもし仮にできるようになると、まああの企業 の、 そのビジネスの活動を監査するだとか、後からあの調べるっていうことが結果としての帳表ではなくて、プロセスそのものを管理することができるようになると。まあ、そうするとそのいろんな、まあうちの監査のやり方もそうですけれども、あの税金についてもですね、どこで税を取っていくのかっていうのはまた変わってくるのかなと。まあそういったものがあからさまになることはいいか悪いかっていうのはいろんな考え方あると思うんですけれども、まああの抜本的に考え方を変えていかないと、あの対応できないんじゃないかなと思いますね。面白いですね。でもそうするとこのミラーワールド、デジタルツインってキーワードをしっかり頭に入れて、ブロックチェーンのスタートアップ、今回もあのこのイベントにも参加してますけど、ビジョン、大きなビジョンを掲げてですね、はい、今言ったような税の問題なんかもひっくるめて200億300億の調達ができるような、そういうビジョンを前面に出してほしいと、そんな感じですね。そうですね、ぜひそういうふうなことになればいいなと、はい、あの時間が来ましたので、また今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。庄司さんでした。よろしくお願いします。